はい、どうもゴリラスタジオです。前回のお話はこのね、マディソンが E さんが倒れているのを発見しました。でね、まあ治療してあげて、こうやって包帯ぐるぐる巻いてね。で、E さんはこの次のミッションね、トカゲの試練を何かを犠牲にすることはできるかっていうミッションをクリアしに行きます。あ、俺はやってない。誓ってやってねえ。事件とは何の関係もねえよ。やってねえ。じゃあ職務質問されてなぜ逃げた。絶対こいつ犯人じゃない。言っただろ、保護観察官に報告し忘れてたんだよ。無所には戻りたくねえ。大回りを見たら反射的にどうかしてたんだよ。やつの証言を調べました。少なくとも3件はアリバイがあります。絶対こいつじゃない。やつなら犯人にぴったりだったのに。チキシオ、このこいつやばいな。おっさん、誰誰？アシュです。何？わかりました。何があったん？ショーン・マーズの母親が来ています。警部こと話したいそうです。ショーンのお母さんってことはあれや、イーさんの奥さん。数ヶ月前のことです。真夜中で雨が降っていました。午前3時ごろ。ずぶ濡れになってイーサンが帰ってきて、どこへ行っていたのか聞くと、彼は溺れるとか雨のこととか意味のわからないことを言って、彼の目つきがいつもと違って。どうしたん？まるで彼じゃないみたいで。関係ないかもしれません。イーさんが犯人やと思ってるってこと？次の日にニュースで新たな犠牲者が出たって聞いて。折り紙殺人鬼の。ちょっと音でかくね。息子を見つけてお願いです。めっちゃ音でかいんやけど、俺の声かき消されちゃう。え、ってことは、ガーターブレイク警部補、こっちは FBI のノーマンジェリー捜査官。ちっちゃなりやん。情報によると、イーサン・マーズはあなたの患者らしいですが、彼について質問を。申し訳ないが、それはできません。何ですって？イーサン疑われてんな。守秘義務の制約ですよ。あいつじゃないよ。いかなる状況でも患者について語ることはできない。俺の仕事は、ショーン・マーズを生きたまま見つけることだ。あんたの誓いなんてクソくらいなんだよ。医者を説得する。医者の道場。ショーンの命がかかってるんですよ。知ってることを話してください。話せ。悪いが私は協力できない。どうぞお引き取りください。協力してもらわないと。先生自身のためにも。え、助言。子供の命がかかってるんです。知っていることを教えてください。こいつまた暴れ出すんじゃん。立ってんねんけど。脅迫ですか？助言しているだけですよ。従った方が身のためだ。こいつやばいって。いや、ブレイク、落ち着けって。ブレイク、もういいだろう。帰るぞ。警察を呼んで、あなたの振る舞いに対して苦情を申し立てます。え、おい、あが、こいつまた暴れる。俺を怒らせるなよ。俺の興味があるのは、子供を助けることだけだ。やばすぎ。分かったら、いい子にして質問に答えるんだな。じゃないと、俺は本気で切れますよ。え、ブレイクに命令。やめろ、近づくな。話してくれ。あなたにこんなことをする権利は。ブレイクやめろ。こいつやばすぎる。お前しばくぞ。おい、え、やばやばやば。え、やば、こいつ犯人じゃん。ああ先生、楽な方と痛い方、好きな方を選べ。ちょっと、え、やばすぎ。え、何？お前どけ。どうしたのお前、おじけづいたか。お手で及ぼすのは嫌か。子供を助けたいんじゃないのかよ。お前のやり方間違ってんじゃ。俺だってあんたと同じようにショーン・マーズを助けたいが、そのためなら何をやってもいいというわけじゃない。こんな乱暴はやめるんだ、今すぐに。顔近か、内か、今注意しようとする。何？こいつを戦う？心配するな、俺は物覚えがいいんだ。イーサンは長男を亡くした時から心に問題を抱えている。喋るんかいお前。息子の死に負い目を感じて、重い神経症みたいなものだ。
歴史体のイメージに怯え続けているんだよ。数週間前、いつもの診察の後に床でこれを見つけた。こんなやつ何？彼のポケットから落ちたものだ。え、もうこれイーさん犯人に仕立て上げられてるって。やばいって。いやいや、イーさん犯人じゃないのに。はあ、かわいい。こいつジェイデンやな。ノーマン・ジェイデン。なんかすごい険しい顔してる。ロード長くね？オッケーオッケーオッケー。進む。まだ FBI かな。手の空いてるやつ全員、イーサン・マーズの捜索に当てろ。わあ、イーサンが。24時間家を張り込ませろ。すべての機関にやつを探させるんだ。列車の駅、空港、バスのターミナルを見張れ。逃げられないように、この町にいる警官総動員でイーサンを追うんだ。すげえ目つきしてる。そうだ。イーサン・マーズが折り紙殺人鬼だ。いや、まだ判定すんのは早いって。断定か。やめて。いやー、イーサンが警察に追われる。警察からも逃げなあかんのわし。あ、来た。探偵。この人、鼻血出てない？鼻すげえ赤い。木曜日。7時。いや、降水量めっちゃ増えてる。7センチいってたよ。7.6 センチだったよ。こいつ親父か？あのバカ息子の。あ、来た、探偵。バカ息子の親父やろ、絶対。あの折り紙殺人とか言ったやつ。ローレンには何も言わずに来た。後で家に迎えに行くか。ちょっと待て待て、お前らゴルフ中そんなイチャイチャすんなよ。ふざけんな。これはこれは昔なじみだな。あ、こいつボコボコにしたやつ。一体何の話をするつもりだ。ナイスショット。ナイスショット。ありがとう、よく来てくれたね。コーヒーはいかがかな。結構です。こいつ誰。ゴルフは一度だけ。コースのオーナーには申し訳ないことしましたよ、うん、ゴルフさせられんの。面白いスポーツだ。力も必要だが冷静さと正確さも要求される。何本か一緒に打たないか。ここなら芝を痛める心配もない。やります。やるんかい。ジャケットを脱いでクラブを持ちたまえ。なんで、何すんの今から。マフィアなんかすごい名刺してんな。え、そんなに睨まれる。教えてくれんのかな。え、ボールはバスケットに。めっちゃ教えてくれるこの人、優しい。ボールはバスケットに。あ、取るんだね。オッケーオッケーオッケー。打つぞ。クラブを正確にグリップすることが大事だ。準備ができたらスイングして。優しいやん、めっちゃ優しいやんこいつ。L1。 あ、握ってんのね今。上、うんぬん。え、まあ最初のショットだし。え、次はもっと強く打つといい。これゴルフずっとさせられんの。いや、やって、もうえって。お前のショットなんか見たくないって。親父、クレイマーさん、ゴルフをするために私を呼び出したわけではないでしょう。やっぱあのバカ息子の親父や。クレイマー、息子のことを聞き回ってるそうだな。また打つんや。息子さんが折り紙殺人事件に関わってるか知りたくて。なあ、犯人って言ってたもんな。絶対犯人じゃないと思う。あいつが犯人やったらちょっとショックやねんな。アホすぎん。あ、めっちゃサイレンの音聞こえる。え、これどうやって強く打つの。溜めるってことは。もっと、あいやー、オッケー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 。めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだ。私の息子は事件とは一切関係ない。ならば私の調査を恐れる理由はない。ナイスショット。君に息子を調査する権利はない。関係ないと言ったろう。え、まだ打つん。お言葉ですがクレイマーさん、誰を調査するかは私の自由ですよ。どうやって打つんか。あ、あれ、なんか操作簡単だって。あいよ、馬鳴ってんのこれ。私にはそれなりの力がある。さっき言ったのある相手には50ヤード。え、
買収のつもりですか。君にとって何が得か教えているとでもしておこうか。いくらなら息子から手を引くか。金1億。誤解されているようですね。その手には乗りません。1億。息子に近づくな、シェルリー。後悔する。やばいやん。ごきげんよう、クレーマーさん。めっちゃ怒ってる。殺されんじゃん。消されんぞ俺、探偵おやじ。シェルビー消される。いやもうイーサンがね容疑者になってしまいましたね。今 FBI とか警察に追われてます。イーサンどうなるんでしょうか。でね、あのシェルビーさん、探偵の人はね、お父さんとこ行きましたね。あの息子が折り紙殺人とか言ってたあいつのお父さんに会いに行きました。次回お楽しみ。